今と同じ作業をあと2回します。あと2回したらお団子の完成です。ね、綺麗、すごい意外に綺麗にできてる。ハッピー。そしたら次は白。ね、団子三兄弟。これでちょっとゼンマイ侍も、ゼンマイ侍の気分になれるよ。あ、今日ジョージは私のお部屋にいます。今日も私のお部屋にジョージタンはいますね。よいしょ。そして刺します。さあこんなもん。もうちょっと上か。はい、もうちょっと持ってきて。はい、2つ目。じゃあ3つ目は母上に頼みます。ね、40分ありがとうございます。バウチさんありがとうございます。いいね、ありがとうございます。ちょっとあともう1セットは母さんに頼みます。ちょっとお時間がってことなので、よいしょ。こんな感じでいい？田中の指紋が見えちゃう。てーん。どう見せたらいいんだろう。こう見せたらいい。三色団子。すごい、田中の指がめっちゃ映ってた。ね。こんな感じです。皆さん50日ありがとうございます。ありがとう。で、写真は頼みます。バイバイテーブルで。バイバイテーブルで撮ってきてもらいます、お母さんに。よっこら。おー、すごい綺麗。すごい、なんかまた写真はツイッターに載せますので、よかったら後からツイッターを見てください。バイバイテーブルっていう、あの田中のお家の中で一番なんか映えるんじゃないかっていうテーブル。ゴーちゃん、お団子ありがとうございます。ありがとうございます。そう、よもぎを練り込んで緑にしました。そうですね、食べていい？わー、一本どうぞ。いただきます。食べるよ、お団子。ありがとうございます。バックトラさん、団子ありがとうございます。ありがとうございます。え、三色団子。いただきます。白玉の味がする。うんうんうん、甘い。うんふん。うん、ふんふんふん。そのままいけないことはない。うんふん。もちもちしてるよ。でも田中はきな粉かけるね。大丈夫。あ、ピー、ごめん。きな粉かけます。わーい、これこんまペンって言っていいと、ちょっと怖いな。めっちゃもちもちしてる。あ、
きな粉をかけて食べます。ウッドストックさん、お団子ありがとうございます。ありがとうございます。ランケン買おった、ありがとうございます。え、次買おったら読もうかな。いいかな。次はあんこ、上あんこを乗せて食べるよ。あんこ、あんこ、きなこあんこになっちゃった。あんこ、きなこあんこになっちゃいました。きなこかけたら甘さがアップですね。とても美味しいです。ごめんなさい、きなこあんこになりました。よもぎとあんこって絶対合うね。絶対美味しいと思う。ちょっとペチしていい。ちょっと先端に持ってきます。うわー、やめて、嫌だよ。で、美味しいきな粉とあんこをかけて食べます。よもぎちゃんをいただきます。あ、あんこ、うんふん。うん、柔らかい。うん、めっちゃ柔らかい。でほのかによもぎの味がする、ちゃんと。うん、うん、うん、めっちゃもちもちで柔らかくて美味しいです。成功、成功なのじゃ。ちょっとお茶を飲みます。おいしい。いや、いいですね、いいですね、お団子おいしい。ね、簡単にね、結構意外に簡単にできるので、ぜひぜひよかったら作ってみてください。おいしいです、おいしい。初めて三色団子を作ったけどめっちゃおいしかったです。そうですね、お団子にお茶は最高ですね。豆腐がですね、豆腐がポイントですの。よいしょ。ね、お団子美味しかった。ごちそうさまでした。豆腐の味はしない、しないね。うん。豆腐の味はしないです。そうですね。おすすめ。おいしい。あ、そうだ、明日から、明日から金土日月の、そうそう、4日間は先週の金土日と同じように、多分19時、夜の19時19時からとか、その辺の時間帯に、7時台とか、まあ、早い時間にショールームすると思うので、まあ、よかったら、時間があったら見に来てください。お願いします。金、土、日、月の4日間。19時とか、まあ、なんだろうね、そう、8時以降はしないと思うので、よかったら見に来てください。そんな感じです。そうですね、4日間、とりあえず。よかったら来てください。
時間が合うときに来てください行くのははるちゃんそんな感じですね。うん、そうですね、明日からの4日間がちょっと早くなります。ですです。ね、フルート確かに早い時間からするしね、いつかその4日間どっかでですね、しますですね確かに早い時間からするので、せっかくなのでフルートも吹こうかな。うわっうわっわわそうですね、ポッ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 、次ランキングが変わったら読みます。料理はどうだろう、しないかな、どうなんだろう、しない、まあフルート吹くくらいかな。料理ね、料理ね、何かあるかね、なんかありますか。でも田中ができる料理は限られておる、多分難しいのはできないような気がするすごい難しいのはできないような気がしますね。オムライス、オムレツ、おお、卵関係、おお、卵焼きはね作れるよ。きゅうりより、ナスビは嫌だ、ナスビは嫌だ。パン焼ける、昔焼いてたね、パン。最近は焼いてないけど、昔はパン焼いてました。ね、前にね、ホットプレートでホットケーキ焼いたね。あ、いちごサンドいいね、いいね。美味しいよね、絶対美味しい。あ、クッキーとかも。フレンチトーストを作ったことがないし、食べたこともないよね。食べたことはあるか。ね。チョコマシュマロピザはちょっと前にお母さんとなんとなくやったね、まあなんかやろうかな。パンケーキは焼ける、焼ける、焼けるね確かになんかね、やろうかなと思ったやつをやろうかな。用事が、ありがとうございます、またね、ありがとうございます、見に来てくださり、おやすみなさい焼肉よきですね。キムチ鍋、キムチ鍋はもうね入れるだけよ。ね、お鍋いいね、お鍋食べたい。バター、バター振って、うん、なんかしたことあるような気もする。ミルク牧場か。急にご飯、あ、ご飯いいですね今日の晩ご飯のおすすめは鍋鍋がいいよ、鍋鍋がいいよ。晩ご飯はもう食べました、食べたよ今日。そうだね、ミルク牧場だね、バター作ったのは、ね、ミルク牧場でめっちゃね、確かにバターもあるし、アイスもあるし、ソーセージもある、全部作った、美味しいよ。アイス美味しかった、すごい昔に食べたけど、小学2年生の時とかに作って食べたけど美味しかった。ミルク牧場でアイス作ったのがですね。変わらないかなじゃあ読む、確かにもうちょっとね近寄ってきてる。ではでは、ランキングを見ます、もうすぐ終わる、あ、じゃあもうちょっと待つ、ありがとうございます、ごめんね、ありがとうございます。まあ10時まであるからまだ大丈夫だまだ大丈夫だね、まだ時間ある、大丈夫だ、ありがとうございます。
ついにふざけ出してしまっている。いや、読んだらね、変わっちゃったらすごい申し訳ないからね。しょっぱスクロールしたやつあの音好き、楽しい、しょっぱって音がするやつすごいもう下手っぴな真似しちゃったんだけど。すごい前髪がすごいよね。お風呂入っちゃったんだよね今日。7分、お、大丈夫だ、ありがとうございます。7分もあったらランキング読めるし、ツイッターも載せれるよ。バウチさん、ありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。そう、髪はお団子じゃなくて一つに結んでるだけです。ちょっと低めにペッて結んでるだけですね、後ろに一本で。お団子は一本食べました。でもまだ残ってますね。変わんないかね喋らない方がいいでもなんかよく学校の友達にも言われた、黙っとけばいいのにねって悪気とかそういうわけじゃなくて、そう、全然喋ると印象変わるよねってすごい言われますね、どうしようね、読んじゃってもいいかもね。ちょっとペッペッペーって読んじゃいますね、申し訳ない。今日も13位から、ごめんね、田中の手がぐつっちゃった。13位から見ます。そう、いい意味でですねそれでは、お、今変わった今から読みます。よかった。では、では13位、青いたぬきさん、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。そして12位、イサム A アンちゃんさん、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。そして11位、あつしさん、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。そして10位、うごうごさん、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。そして9位、かずまくん、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。そして8位、ただよしさん、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。そして7位、ゴーちゃん、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。そして6位、後半メガさん、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。そして5位、たっちゃん、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。とそして4位、つーさん、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。3位、パパさん、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。そして2位、武蔵金太郎さん、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。そして1位、アビーさん、ありがとうございます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 。そして
2355人の方、見てくださり聞いてくださりありがとうございました。ありがとうございます。と、明日から4日間は19時ぐらいかな、そのぐらいからショールームをするので、よかったら見に来てください。それではゆっくり休んでください。今日もありがとうございました。おやすみなさい。バイバイ。おやすみ。またね。バイバイ。おやすみなさい。バイバイ。